はい、ちょっと今緊急で動画撮ってるんですけど、正直ね、自分でもびっくりしてるんですけど、こんなことあるのかなっていう、本当に夢みたいなことが起きたんですよね。まあタイトルにも書いてると思うんですけど、小学生の頃からずっとずっと好きで、物心ついた時から一番好きな人で、今29歳になっても一番好きで、いまだにツイッターのプロフィールに尊敬する人の名前として書いてる知花慎介さん、その慎介さんが宮迫さんのチャンネルで電話出演したんですよね。それだけでもすごいことなんですよ。もうすでにヤフーニュースに3つぐらいなってて、めちゃくちゃすごいことなんですよ、これだけでも。で、本当にまあおめでたいことで、宮迫さんおめでとうございますって感じなんですけど、動画の中で、まあ、電話してるんですよね。電話してるシーンで宮迫さんが僕について慎介さんに軽く話すとこがあるんですよ。で、その中で慎介さんが光くん知ってるよっていう、ゴルフかなんか行った時に19歳ぐらいの子が僕の大ファンやったらしくて、それでそこで認知したみたいな話をしてるんですよね。で、これって正直ね、もう本当にありえない話で、僕からするとね。だって小学生の頃からずっと付き合った人が僕の名前を認知して、しかももうそれ引退されてるんですよ、芸能界はね、もう何年も前に。その方が公の場で、YouTube なんですけど、公の場で僕の名前を発したっていうこと、このなんていうのかな、夢が叶ったっていう言い方はあれなんですけど、夢ではなかったんで、そういう言い方はおかしいんですけど、なんかすごいこと起きてるなっていうか、こんなことあるんだなっていう感動ですよね。ただただ、嬉しいとかを通り越して感慨深いなっていう、 YouTuber としてここまで頑張ってきて、まさかこんな日が来ると思ってなくて、そもそも宮迫さんと出会ったことすらも奇跡的な話で、宮迫さんとこういうね、冗談のように親子みたいな関係とか言ってますけど、そういう関係になれたこともありえないこと で、もう一つありえないことが起きて、慎介さんと会う機会を宮迫さんが作ってくれると、なんとなく、会う機会を作ってもらえるんだろうなっていうのは思ってたんですけど、でもやっぱ動画上で YouTube に載るところで僕の名前を言ってくれるっていうのは、普通に嬉しかったですね。感無量というかね、なんか変な感じしましたね。よくテレビとかで憧れの人に会うみたいなシーンってあったりするじゃないですか。僕って本当にそういうの疎くて、誰かに会いたいとかってあんまないんですよ。もうその唯一の人が島田紳助なんですよね、僕の中での圧倒的に会いたい人の、昔からずっとっていう、もちろん他にも好きな人いるんですけど、中でも圧倒的なのが紳助さんなんで、そんな方にね、名前を呼んでもらえたってことはとにかく光栄で、正直リアルな話すると、最初の方は上の空じゃないけど、それの動画を見て動画にしようとかならなかったんですよ。で、特別なんか触れないでおこうかなと思ってたんです。嬉しいけど心に秘めとこうかなと思ってたんですけど、キャスしてて俺めっちゃ眠たくて、で編集しないといけないなと思って編集してたんですよ。でもう寝そうだったんで、キャスつなぎながら編集しようと思って、で編集しながらキャスしてたんですよ。で編集が終わって、そっからコメントを見ながらキャスしてたら、紳助さんの話題になったんですよね。コメントで紳助さんについてなんかコメントがあって、でその時にコメント欄で、紳助さんについて動画撮らないんですかっていうコメントを見て、あやっぱ撮ろうって思って、今思い立ってすぐキャス終わって、キャスの1500人ぐらいには今から動画撮るって言って宣言して、今こう動画を撮ってるっていう。だからちょっと髪の毛 もこのヘアバンドで、もういつでももう寝る準備万端ぐらいの感じで編集だけしてたんで、動画撮ってるんですけど、横に今前さんがいて、僕たちは19歳の頃から自分たちで起業して、で YouTuber になるなんて思ってなくて、人気者になろうとも思ってなくて、とりあえずお金稼ごうと思ってスタートした兄弟での、ね、仕事人生だったんですけど、始めたぐらいで紳助さんが引退したんですよね。今でも覚えてるんですよ。僕が19ぐらいの時に引退したんですよ。確か19か20ぐらいの時に、あの日以来ほとんどテレビ見なくなったんで、僕引退してから、そっからね、まさか、もうだから10年越しですよ、引退して、ね、おそらく。あれ19とかの時なんで、今29なんで。まさかね、こんなに来るんやなっていう。ただただ感慨深い。そして宮迫さんに対して、本当に僕と関わってくれてありがとうございますという気持ちでいっぱいですね。ただ、もう俺、紳助さん好きなんですよ。ただ俺今、宮迫さんの方が好きなんですよね、正直。紳助さんは好きっていうよりもなんか尊敬とか、そっちが勝つんで、どっちが好きかってなったらぶっちゃけもう宮迫さんの方が好きになっちゃってるんで、多分それはあっても変わんないんだろうなとは思うんですけど、でもやっぱり憧れ続けた人、尊敬し続けた人、この人のようになりたいと思えた人で、唯一の人なんで、僕がそう思った人生において、いまだに出てきてないんで、あの人を超える人は僕の中で。だからそういう意味でもね、会いたい気持ちもあるし、でも会いたくない気持ちもあるしみたいな、絶妙な感じなんですよ。ずっと神格化されてほしいというか、あったらあったでまた引き込まれるんでしょうけど、恐ろしい話術を持ってるんでね。でもやっぱなんかその両方の気持ちね、会うのを怖がってる気持ちももしかしたらあるのかもしれないし、分かんないです、そこに関しては自分でもよく。でその瞬間を YouTube に収めたいっていう気持ちももちろんあるし、ただ電話の中で言ってるんですよ、 YouTube には出ないと、それは絶対出ないって言ってるんで、無理って言われてるんですよ。ただ俺も動画出てもらわないの無理なんですよね。ここ立てなんですよ、こうやっても。
新助さんが無理って気持ちと俺が無理って気持ちどっちが強いかみたいな話だと思ってて、無理って言われたから分かりましたっていう風にすんなり言うのは、まあ、誰でもできるんですけど、僕は無理って言われてもちろんね一旦受け入れはするんですけど、でもその様子を伺い続けるぐらいの気持ちではいるんで、それがやっぱ YouTuber だと思ってるんで、僕は自分の仕事にある程度誇りを持ってますし、まあ、新助さんのこのこだわりとかもちろんもう分かるんですけど、もうここは若い人間の勢いで押していくしかないかなっていうぐらいの気持ちですね。会えなくて当然だった人、出てもらえなくて当然だった人なんで、もうどうなってもいいやぐらいの気持ちですね。もし会える機会があればね、それぐらいの気持ちではあるんですけど、まあ、実際会ったらもう萎縮して何も喋れない可能性もあるんですけど、ちょっと正直そこは分かんないです、ぶっちゃけると。でもなんか本当にすごい調子乗ってる発言かもしれないですけど、おそらくこれめっちゃ気に入られると思うんですよね自分で言うのもなんですけどね、まあ俺しんすけさんのことずっと見てきたんで分かるんですけど、あの人自分のこと好きな人めっちゃ好きだと思うんですよ。でましてや俺みたいな若者である程度影響力持ってる人間が好きって言ってるのは絶対嬉しいと思うんですよね。だから多分ね気に入られちゃうと思うんで、そっから先はね己次第ということで、いつか会える時があってそのチャンスがあれば頑張りたいなと思ってます。じゃあちょっとそのチャンスをね僕にくれようとしてる宮迫さんにちょっと電話しましょうかね。まあもう今ね夜中3時なんでね、起きてるか分かんないんですよ。ただキャスしている時点では情報によると宮迫さんクラブハウスしてたっぽいんでいるっぽいんですよね。宮迫さんに俺電話 LINE するのとかも初に近いぞ。じゃあ電話します。出るかな、夜中3時ですからね。もしもし、あ、お疲れ様です宮迫さん。今ちょっと YouTube 撮影してて緊急で。え、そんな時間に？はい、緊急なんですけど。え、そうなんですよ。ただもう思い立ったら即行動なんで、島田紳助さんについて僕今動画撮ってるんですよ。今日宮迫さんのチャンネルで紳助さんと電話してて、で僕の名前が出てたんで、まあ、ちょっとこれ動画撮ろうと思って、もうヤフーニュースにもめっちゃ上がってて。そうなんですよ、もうこれ動画にするしかないなってことで今動画撮ってるんですけど、まあ、一応宮迫さんで尺つないでおこうかなっていう感じなんですよね。まあ本当そんな感じで、はい。今韓流ドラマ見てる俺は。え？韓流ドラマ見てる途中やさ、なんや。いやいや、ちょっと一旦それを置いてもらって、ちょっと新助トークさせてもらっていいですか？新助さんなもしくは師匠や。はい。あれすごい僕にとってもすごい瞬間だったんですよ。小学生の頃からずっと好きだった人が本当にこう20年越しぐらいにまさか電話で僕の名前を出すっていうのはちょっと結構すごい僕の中ではすごいことなんで、まあ、ちょっと宮迫さんにちょっと感謝したいなっていう、本当にありがとうございます。いえ、何をおっしゃるんですか。ほんまゴルフ場のキャディーさんが言ってくれてたのはそれ予想外やったけど、まあそうですね、それはちょっと僕も聞いてびっくりしました。よかった。はい、でなんかその電話の中でいつか僕と宮迫さんと新助さんでなんかまあ新助さん会いに行くみたいな、で、まあ、YouTube 撮影だけは絶対無理やって言ってたんで。せやねん、そこはまあな、はい、そこはもうな、そうなんですよ、行きたかったことやけど、まあ、はい、うん、でも僕も無理なんですよね YouTube 撮影しないと。で矛盾だなと思ったんですよこれ、新助さんと僕の。おうおう、そうなんですよ、新助さんが無理って気持ちと僕が無理って気持ちどっちが大きいかっていう戦いになってくるなと思ってて、うんうん、まあ、そこはあとラスト宮迫さんのさじ加減でなんかうまくコントロールしてもらってなんとか YouTube 撮影こじつけるみたいな。そうだからプレゼンよプレゼン。いやそうなんですよね結局、はい、一緒に行って、いや一応撮影できる準備はしといて行って、そうなんですよね、だったらもう諦めて、はい、ただ一緒に飲もうよ。そうですね、そこはだから本当にもう熱量だと、まあ、新助さんって結局熱い人じゃないですか絶対。熱い人、すごい熱い人、はい、だからまあそこ次第なのかなっていう、逆にまあそれそこであえて無理って言ってるけどここ攻めてこれるぐらいの若者なのかなっていう、逆に支援与えてきたんじゃないか説僕の中であって。なるほどね、はい、いや俺らがヒカル君のプレゼン能力があれば解けるんじゃないのかなとも思うし。そうですね、またほんま最後宮迫さんですね全部俺が土下座してやってくれるんやったけどそういうタイプの人でもないから。まあそうですね、だから本当にだから心動かさないとってことですよね。そう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 、ほんでだからみそのちゃんのところに出たのは、はい、旦那さんががんを患って大変な状態やから、はい、少しのプラスになればっていうことでやったって言ってくれはっただけやからな。そうですね、まあ、何かしらの何かがないとってことですよね。そういうこと、そういうこと、ただまあまあ思いがあるからさ、ちょうどこの子は好きやっていう思いがあるから。そうですね、そこの気持ちをぶつけて、もちろん誤差はするよ、はい、誤差はするけど、まあ、頑張って頑張ってあかんかったら一緒に飲んで、そうですね、もう思い出を後に語ろうよ2人で。そうですね、の思い出を語って毎年チャレンジしに行くっていうね。
そうそうそう、それでいい。もうそれっすね。まあ僕も YouTube 人生長いんで、まあ、いつかたどり着ければなっていう。そう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 。で、徐々にさ、声だけお願いしますが、今回の俺のとこもだけど、はいはいはい、お願いしますぐらいから徐々にやり始めて、最終的にはもう出てもらうっていう。まあそうっすね。まあそこが最終ゴールとして、まあでも楽しいですね、それはそれで。まあ元からも会えない人だったんで、会えるだけでも正直すごいことなんで、まあ、そこはもう完全に OK にしていただいてるから。そうっすね。会うのはもちろん、はい、またちょっと時期を見て。そうだね。いや、ありがとうございました、本当に宮迫さん。何を言う、3時やで。そうっすね。いや、でもやっぱまあちょっと宮迫さんクラブハウスしてたって聞いたんで、視聴者から。はい、今日もあんさんも一時のスケジュールでようやく帰ってきて、クラブハウスでたまたまと話が出てたのを聞いたから、入って喋って、今の韓流ドラマを途中やったから、それを見つつ寝ようかなと思ってたら、まさかの今電話してるから、驚きです。ちょっともう今このタイミングで撮れないといいの撮れないなと思ったんで。確かに思ってる以上に反響がすごかったから。いや、まあそれはすごいっすよ、やっぱ。でもさ、あのほんまにプライベートで飲んだりした時にそんな緊張なかったけど、 YouTube で新助師匠と喋ったらめちゃくちゃ緊張したわ。あ、びっくりした、こんな感情になんねやと思って。すごいっすよね、でも本当に。まあでも一応 YouTube というメディアで喋る時のプライベートの時の新助師匠ではない、また芸人モードのおしゃべりになってたのがさすがやなと思ったな。でもやっぱそれでこんな速攻でニュースになるっていうあたりがやっぱすごいっすよね。いや、そりゃそうだろう。やっぱもうトークに関しては今一番と言っていい存在の人やな。引退者も10年ぐらい経ちますもんね、だってもう何も錆びてない、衰えてない、それでもなおそれっていうのがちょっとヤバいっすよね。いや、それは求められてるんでしょう。そうっすね。いやー、すごいっすね、マジで。だから今戻る意味のない、お金に関しても腐ることあるから、戻る意味のない人やんか。そういう、確かに、あの秀逸の例えしてあったんやけど、ほっぺたの戦争、はい、アフリカにね、もう一回戻れっていう、いうのは、はい、こやわな、そら。確かに、それはもちろん分かってる。実際本当にお笑いの世界って、特にあの MC とかやってる人たちってそういうことやから。そうですね、まあ、だから楽しいと思ってもらえたらワンチャンあるってことですもんね。要は YouTube 面白いなとか、そういうことですよね。 YouTube はベトナムではないから。そうですね、違うから可能性はあると。いや、まあモチベになりました、宮迫さんのおかげで。もっと YouTube 頑張ろうというか、まあ、もっとちょっといろんな活動頑張ろうってなったんで。何をおっしゃいますよ、俺はまあ光子に恩義がすごくある、当然やるべきことやな。いやいや、でも僕はでも宮迫さんと関わるって正直やっぱもう成長できてるなと思うんで、関わるたびに。ちょっとまたいつかその日が来ればお願いします。まあもうコロナ次第だね、コロナをなんとかしないとね。はい、すいません、ちょっと夜分遅くに。どうでもね、ありがとうございました。はい、ありがとうね。はい、すいません、失礼します。はいはいはい、はい。ということでね、 YouTube 始めて、まあ、7年8年ですか。ゲーム実況からスタートして、多分 Twitter 作ったのが7年ぐらい前なんですかね。その頃から僕のプロフィールって多分、まあ、ちょくちょく最初の方変わってたんですけど、ずっとあるんですよね。島田紳助を尊敬してますみたいな、尊敬してる人は島田紳助ですっていう言葉は。で、不思議なことにね、いないんですよね、そういう若者。まあ好きですって人はいても、尊敬する人に名前あげないんですよね、紳助さんの名前を。やっぱあげるとしたらダウンタウンの松本さんとかが多くて、まあ、さんまさんの名前あげる人も少ない、意外に。なんか尊敬する人の中で大体。で、僕やっぱ紳助さんが本当に好きすぎて、まあ、ある種半分洗脳されてるんじゃないかぐらいの、いい意味でぐらいね、まあ、僕も信者っちゃ信者なんですけど、そんなね僕に対して紳助さんがね会ってもらえるということでね、これをね大きなチャンスに変えて、その事実だけでモチベが上がってるんで、もうこの時点でもう成功っちゃ成功なぐらいなんですけど、これは大成功、もっとその上の何かに変えれるかどうか自分次第なんでね、これからも必死でこの YouTube 活動頑張りたいと思います。そしてその日が来たら皆さんにね最高のお知らせができるように頑張りたいなと思います。何にしろ会った時その場での音声とかっていうのは無理かもしれないんですけど、まあ多分ほぼ無理なんですけど、後日談みたいな感じで動画を撮ることになると思うんで、もしかしたら紳助さん会った5分後に緊急で動画回してるかもしれないんでね、もうそれはありなんでね、紳助さんが横にいる状態で勝手に一人で動画回してる可能性ありますからね。今横に紳助さんいるんですよって言って、でも映らないから大丈夫なんですっていう、なんかわけわかんない言い訳して、もう隣に紳助さんがいる状態で回すっていう、そういうのはありだと思ってるんで、最終会ってもらえるんだったらそれもありだと思うんですよ。でもしかしたら僕のその隣でのトークを見て、なんか入ってきてくれるかもしれない、そこにかけてみるとかね。ただ死ぬほど緊張するやろけど、島紳助の子に「はいどうもこんにちは光ですから」さあ、私はどんな動画やるってなるから。確かにすごいね、その動画。でもそういうことができるようになるから、会えば、まあ、何かしらね皆さんにもその僕のこの感動とか高ぶる気持ちをシェアしたいと思ってるんで、ね、その日を楽しみに待っててほしいなと思います。
というわけで今回はただただね僕が嬉しくなったというそういうね本当にまあ自己満足動画なんですけど、でも多分僕の視聴者の人は僕がしんすけさん好きだっていうことは多分もうほとんどの人が知ってると思うんで、だから宮迫さんのチャンネルでは僕のままめっちゃ上がってて、まあそれはもうやっぱ動画した方がいいなっていう思ったんで動画にさせてもらいました。はい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。いやーすごい日やなこれ。もう眠気飛んだわマジで。めっちゃ眠たかったけど今日眠気飛んだ全部ほんま全部飛んだわ。すっごい話やもんなこれ。いやすごいな、冷静にさやっぱ諦めへんかったりとかしたらなんか引き寄せていくんやろなって思うな。だって俺が宮迫さんと会ったのもさ、どんな奇跡なんて思わへん、どんな確率なんて思わへん俺ほんまに。確かにこれまあ新宿さんマジ繋がるという。そうおかしいねほんまに、どんな確率でそれが起こったやろって。すごい天文学的な確率のことを起きに起きて今こうなっとるから、ほんまに今やったらなんか何が起きても不思議じゃないなっていうか思ってしまうぐらいすごいな。怖くなるな自分でも。いやーこれ小学生の頃からずっと付き合って、しかも引退しとう人やからな。いやそれいやそこなんやって、要は引退してへんかったら出会うか。だから例えばさ安室奈美恵さん好きで、でももう会えへんわけやん。分からへんどこにおるの。いやもう絶対会えへんわけやんか、うん、表舞台から消えたわけやから、どんだけ好きでもっていう人なわけやん。新月さんも裏で会えたとしても表で名前を出してもらうことでもう無理なわけやん。無理やな。だからすごい確率やなと思って、すごいなと思ったなマジで。よくよく考えればだからすごいわ。うん、天下を取った人やん、テレビの。いやマジでそうや、確実に取っとったわけ。テレビの天下を取った人間と YouTube で天下を取る人間がまあ合うわけやからな。まあまあまあ確かにそれは間違いない、まあ、そういうことやろ。あの人の意思を受け継いでね、俺はもう日本一のね YouTuber になるんで、最後まで見続けてください。じゃあ今からもうお腹すいたんでピザ食います。ピザパしよう。